皆さんこんにちはレック専任講師の岩田ですそれではこれから FP 初級向けガイダンス FP になろう FP 資格は役に立つということでお話をさせていただきますよろしくお願いいたしますで、えー、本日は FP 初級向けガイダンスとあります、えー、レジュメを使って説明をしていきますどうぞお手元にご準備ください でまあ、FP ですけれども FP といいますとファイナンシャルプランニングもしくはファイナンシャルプランナーファイナンシャルというのは財政上のまたは金融のこういった意味合いになりますのでファイナンシャルプランニングと言いますと財政上の計画を立てるファイナンシャルプランナーと言いますとその計画を立てる人といった意味合いになります。 えこの FP という資格ですけれども、えー、ここのところ非常にあの人気がある資格 FP を勉強して資格を取得しようという方が、えー、もうどん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 増えている、えー、このような資格です。で、えー、FP の資格がどうして人気があるのかということですけれども、えー、まあレジュメの1ページをご覧ください。な、えー、なぜ fp になる人が増えたのか ということで私たちへの暮らしへの影響と不安とありますけれどもやはり私たちを取り巻く経済的な環境が非常に厳しくなっているその中で自分の生活は自分で守っていくそのためにはどうしたらいいかということを真剣に考えるという方が増えてきたということだと思います日本の場合以前は高度成長期成長期と 右肩上がりの非常に景気がいいそういう時代がありましたけれども現在はもはやそのような時代ではありません。経済的に不安定であるまた景気が現在はとても悪いということを言われております。また感染症の拡大によって えまあ自分たちの暮らしに大きな影響が出ているという方も多いでしょう、えー、その中で、えー、まあ自分の生活を守る、えー、また老後に向けて資産を形成していく、えー、そのためにはさままざなな知識が必要なんです、えー、そういった知識を勉強する、えー、これが FP という資格です。 ですから、えーまあえー、自分で、えー、もう自分の人生を切り開いていく、えー、そのために FP の資格を学習するという方が増えているということだと思います。えー、それでは、えー、レジュメの2ページを開いていただけますでしょうか。で、えー 下の方に「ライフプラン」と「FP」とありますけれども、えー、まずは「FP」という資格、えー、どのような資格なのかということをお話をしていきたいと思います。で、えー、まあ「FP」は「ライフプラン」に対してアドバイスをしていく。ラ、えー、ライフプランは えまあ日本語で訳す時は障害生活設計えこのようにまあちょっととめの日本語でで訳すすことが多いですえその方その方えまあ将来どういう仕事をしたいですとかえどのような生活をしたいえこういったえまあ将来に向けての夢や希望または計画があると思います。 そういった夢や希望をきちんと計画を立てて設計していこうこれがラライフプンです一方まあ人は誕生してそれから成長して自立から成熟老後このようにその方その方の人生があるわけですね。その中で 例えば成長の過程で教育を受けるその教育費はどのくらいかかるんだろうまたは就職をして自分でお給料を受け取って稼いでいくで結婚をしたりマイホームを購入するそして老後に向けて資金を形成して老後の生活を送っていく。 このように人生の節目節目で、まあ、ライフイベントと呼んでおりますけれども大きなお金がかかってくるこのようなライフイベントがあるわけですね。でただ、まあ、ライフデザインこれはその方の生きがいですとかそれから健康ですとか、まあ、お金がどのくらい必要なのか。 これはその方によって違いますですからまあライフデザインというのはその方の価値観を表します。でこの価値観を生かしてそれぞれのライフイベントを実現していくそのライフイベントライフデザインこれをひっくるめてその方のライフプランを立てていくでこう。 お金つまり経済的な側面に対してファイナンシャルプランニングをしていくこれが FP という仕事になります。で、まあ、FP これはあのとても、まあ、受験をしようという方が増えているわけですけれどもそれは、まあ、生活者のニーズが高まっている。 えー、自らの家計を見直したい、えー、ですとか、えー、どういった生命保険に加入をすればいいのか、えー、そういったことを、えー、もっと知りたいという方が増えている、えー、で、えー、自ら FP の資格を取得するという方もいらっしゃるわけですけれども、えー、またビジネスチャンスとしてのニーズということで、えー、そういう方に対して、えーまあ、仕事上アドバイスをしていく。 えこうやってまあ FP を仕事に使う、えー、こういうビジネスチャンスも増大しているという、えー、現在の状況になっています。えー、それでは3ページを開いていただうますでしょうか、えー、FP になるにはということで、えー、FP の資格制度について見ていきたいと思います。 えー、FP の資格は、えー、現在、えー、民間の資格、えー、それと国家資格、えー、この2本立てになっておりますで、えー、レジュメの3ページの、えーまあ、一番上の表、えー、こちらをご覧ください、えー、一番上の段の、えー、左から CFP、えー、それから AFP この2つが民間資資格格としてての FP 資格になっておりますそしてその右側の1級 FP 技能士2級3級 FP 技能士こちらが国家資格としての FP 技能士という資格になっております。 この民間資格と国家資格の2本立てになっているこれが FP 資格の今少し難しいところなんですね。でまず国家資格の方から見ていきましょう国家資格の FP 技能士は1級2級3級この3つの級がありますけれどもまず3級 FP 技能士。 この3級 FP 技能士が FP の2級 FP 技能士がこれが FP の普通資格そして1級 FP 技能士が国家資格の FP の最上級の資格ということになっております。 でまあ三級 FP 技能士は初級資格ですので特に受験要件はありませんですからまあ FP になりたいと思われた方はどなたでも受験することができます二級 FP 技能士は受験資格があるんですねここに実務経験等とありますけれども二級 FP 技能検定の受験資格三つあります。 まず1つ目が3級 FP 技能検定に合格をしていることそして2つ目が2年以上の実務経験があることそして3つ目が認定研修を終了していることこの3つのいずれかを満たすことによって2級 FP 技能検定を受験することができます。 または実務経験等で1級 FP 技能士、えー、まあ技能検定を受験することができる、えー、このようになっております。で、えー、民間の資格は、えー um, AFP という資格、えー、こちらが FP の普通資格です。えー、そして AFP を取得した方、えー、それが CFP を受験することができる。えー、CFP が民間資格の最上級の資格。 で、えー、CFP は、えー、まあ国際ライセンス、えー、となっております。で、えー、まあ AFP のところですけれども、えー、まあ認定研修の修了、えー、が要件になっている。えー、まあ AFP の資格を取得するためには、えー、認定研修、えー、これは、えー、まあレックの FP 講座ですけれども、えー、認定研修を修了する必要があるんだ。 ということは、えー、ぜひ覚えておいてください。で、えー、民間資格と国家資格の関係はと言いますと、えー、民間資格では AFP 資格、えー、国家資格では二級 FP 技能士、えー、これがいずれも、えー、まあ FP の普通資格になります。えー、ですから AFP と二級 FP 技能士は、えー、まあレベルが同じと言いますか。 実は AFP のの試験といいうのはないんですね2級 FP 技能検定に合格をしてかつ認定研修を修了している方この2つの要件を満たすことで日本 FP 協会に入会をして AFP 資格を取得することができる。 で、えー、資格を取得した方、えー、それが CFP を受験することができる、えー、このような仕組みになっています。で、えーまあ、民間資格と国家資格の違いということでいえば、えー、国家資格の方は、えー、試験に合格をすることによって、えー、3級 f p、えー、なり2級 f p 技能士になってで、えー、まああの 一生ものの資格ですですから更新は不要なんですねで、それに対して民間資格の AFP CFP 資格こちらは2年ごとの更新制になっております2年ごとに AFP ですと15単位 CFP ですと30単位取得することによって資格を更新することができるこの単位というのは FP に関する何らかの活動をする、えー、または、えー、FP に関するさまざまな勉強をする、えー、それによって、えーまあ、1時間1単位の目安です。AFP ですと2年間で15時間程度、えー、CFP ですと、えー、2年間で30時間程度。 FP に関して、えー、何らかの活動ですとか、えー、勉強することによって資格を更新することができる、えー、このように更新性になっておりますで、えーまあ、FP というのはさまざまな例えば税制改正があるですとか、えー、それから、えー、新しい、えー、金融商品保険商品が、えー、販売されている、えー、こういう新しい情報を追い求めていくそのような資格でもあります。 えですから2年ごとの更新制というのは、えー、きちんと、えー、まあ世の中の動き新しい情報をキャッチアップしている FP だということで、えー、顧客に対して非常に説得力を持ってアドバイスをすることができる、えー、これがまあ2年ごとの更新制ということなんですね。で、えー、民間資格、えー、NPO 法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会が実施しております。 国家資格の方は厚生労働省管轄の資格ですけれども試験実施団体としては日本ファイナンシャルプランナーズ協会それともう一つ金融財政事情研究会この2つが試験実施団体として試験を実施しております。はい、これが、まあ、f p 資格の概要になります。 で、えー、これから、えー、まあ F.P. 資格を取得しようという、えー、場合ですね。えー、仮に、えー、まあ F.P. に関する実務経験がなければ、三、えー、級 F.P. 技能検定にまず合格をして、えー、そして二級 F.P. 技能検定を受験するということができます。でもう一つ、えー、A.F.P. 認定研修、えー、まあレックの F.P. 講座です。 認定研修を終了してそうすると3級を受けなくても2級 FP 技能検定から受験するということができます。で2級 FP 技能検定に合格をすると2級 FP 技能士ということになります。認定研修を修了していない方は2級 FP 合格後認定研修を受講することによって えー、まあ二級合格と認定研修の終了この二つの要件が揃、えー、って、えー、AFP 資格を取得するということもできますで、えー、まあ AFP にも、えー、資格を取得すると CFP を受験することができますで、えー、まあ CFP の試験に合格をするとですね。 えー、一級 F.P. 技能検定の学科試験が免除になりますので、えー、実技試験だけ受験をして一級 F.P. 技能士になる。えー、このようにまあダブルライセンスで、えー、活躍をするということが可能になっております。で、えー、まあ国家資格三、えー、級二級一級、えー、とありますけれども、えー、民間資格では A.F.P. が、えー、まあ中級レベル。 CFP が上級レベルですねどのくらいの水準なのかということですが初級レベルの3級 FP 技能士これは初級の資格ですのでお金に関するさまざまな知識を学習しますけれども自分の身の回りのお金に関する知識がなんとなく分かるこのような水準です。 で、もし仕事で FP 資格を使うということであれば二級 FP 技能士または AFP の取得をお勧めしますまたご自分のライフプランをしっかりとプランニングをしたいということであればやはり二級もしくは AFP の資格を取得こちらをお勧めしますで、c f p 一級 FP 技能士は えこれは、えー、まあ最上級の資格です、えー、ですから、えー、まあ仕事で FP 資格を使って、えー、さらに、えー、もうどんどん活躍をしたいということであれば、えー、ぜひ最上級の CFP、えー、または一級 FP 技能士までの取得をおすすめしております。はいえー、それではレジュメの4ページを開いていただけますでしょうか。 えー、FP 資格、えー、その、えー、どういうことを学習するのかということで、えー、FP 資格で学習する内容を見ていきましょう、えー、fp で学習する内容というのは、えー、幅広くお金に関する内容、えー、まあお金に関するすべてを学習すると言っても過言ではありません。非常に幅広く学習していきますので。えー ここにありますまあ六科目六、えー、分野に分けて学習をしていきます、えー、金融資産運用不動産ライフプランニングと資金計画、えー、そしてリスク管理タックスプランニング相続事業承継この六科目です、えー、この中で、えー、右上のライフプランニングと資金計画、えー、このライフの科目が一番 FP っぽい科目です ライフプランニングをしていくその手法についてまず学習をしていきます。例えばあるご家族でこれからマイホームを取得したいで住宅ローンを組んでマイホームを購入する住宅ローンは組めるんだけれどもじゃあその返済をしていくきちんとローンの返済をすることができるんだろうか。 子供がいればその子供の教育費もかかってくるそして自分の老後の資産それをきちんと貯めていくことはできるんだろうかこのようなライフプランニングについてキャッシュフロー表ですとか個人バランスシートこういったツールを使って分析をしていきますまたライフの科目では 社会保険制制度度それから公的年金制度についいてても学習をしていきます例えば健康保険ですとか公的年金制度こういった国の制度というのはその方が困った状況にあるというときにさまざまな給付を受けられる。じゃあどのような給付を受けられるのかというのはそれを知らないと 自分から申請をしないと給付が受けられないということも多いんですねそういった社会保険制度についいてても学習をしていきますでこのライフプランニングと資金計画で将来にわたってライフプランを立てていくその計画通りに進んでいけばそれに越したことはありませんがやはり万が一ということはあります。 リスク管理という科目でその万が一に備えるこのリスクの科目では生命保険ですとか損害保険それから医療保険こういった保険についいてて学習をしきます3級 FP 技能士ですと保険の種類についてどういった時にどの保険に加入していれば万が一に備えることができるのか。 その仕組みについて学習をする2級 FP 技能士まで取得していただくとじゃあ自分はどういった保険に加入をすればいいのかまた親しい人にどのような保険がいいというようなことをアドバイスをすることができるこのくらいの水準になります。で左上の金融資産運用これはまあ金融ですので。 さまざまな金融商品について学習をしていきます、えー、金融商品は、えー、例えば預金貯金、えー、こういった安全性の高い商品、えー、または株式ですとか投資新宅、えー、こういったリスクを取って運用していく商品さまざまな商品があります、えー、どの商品を選択するかというのは その方の方ラライフプランにぴったり合った金融商品を選択えるそれに加えてその時その時の経済状況によってもどの金融商品を選択すればいいのかというのは異なります。ですからこの「金融」の科目ではその時の景気や経済を見ていくさまざまな指標についても学習をしていきます。で 下の段の真ん中のタックスプランニングですけれどもタックスは税金の知識ですね。で3級では主に所得税について2級では所得税住民税それから消費税ですとか法人税などについても学習をしていきます。人は、まあ、あの収入があれば必ず所得税住民税は負担をする必要がある。 じゃあ、えー、所得税はどううやって計算をするんだろうと、えー、会社にお勤めの方は、えー、会社で、えー、税金の計算をしてくれます、えー、そして1年の終わりには年末調整ということで、えーまあ、厳選聴取票を受け取ったりする、えー、このように会社で計算をしてくれるですから、えー、自分はどうやって所得税計算するんだろうと、えー、意外と知らない方も多いんですね。 でも所得税の計算方法などを知っていれば会社の年末調整が終わった後でも自分で確定申告をすることによって払い過ぎている税金があればその還付を受けることができるまたは上手な節税の方法なども分かることができるわけです。そして不動産の科目ですけれども えこれはえまあ不動産の見方えまたは登記簿はどのような構成になっているのかえまたはえマイホームを購入するえ投資用資産え不動産を購入するえこのような時に例えばマイホームを新しく建てるえどういうえ建築基準法の規制があるのかえこういった法律関係なども学習をしていきます。 えまた、えー、不動産を購入する、えー、保有するそして譲渡する、えー、それぞれに税金がかかってきます、えー、こういった税金についても学習をしていきます、えー、そして相続事業承継ですけれども、えー、これは相続に関連すする考え方ですね、えー、人は誰でも、えー、まあ生涯2回少なくとも相,相続に遭遇をする。 その際にじゃあ亡くなった方のどの方がその財産を承継していくつまり相続人になるかこれは民法の考え方ですまた亡くなった方の財産に対して相続税はどのくらいかかってくるのか相続税税金の考え方ですね。 相続事業承継ではこういった相続にまた自分の財産それを次の世代に引き継いでいくその際にできるだけ相続税を軽減しよう相続税対策というのはできるだけ早いうちに始めた方が効果がある。 えー、そういった、えー、やはり相続にまつわる節税ができるようになる、えー、このような知識も学習をしていきますで、えー、まあ FP では、えー、この6科目について勉強していきます、えー、FP が他の資格と、えー、全く異なるんだというのは、えー、FP 資格を取得するために学習する知識というのは えー、皆さんが生活をする上で、えー、すぐにも役立つ知識ばっかりです、えー、ですから、えー、皆さんが、えー、レックの講座で学習した内容をどん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 ,どん日常生活で役に立てていく、えー、それによって、えー、知識がより実務的にしっかりする、えー、それが、えー、まあ試験勉強試験合格に結びつきますし またそうやって FP の学習をすることによって自らの生活をより豊かにそして一生涯安定した生活をすることができるこれが FP の資格となっておりますはいそれではレジュメの5ページを開いていただけますでしょうか FP 試験の傾向と対策試験の概要について見ていきたいと思います でえー、まずあの2級試験の概,概要とありますけれども、えー、2級 FP 技能検定、えー、それと3級 FP 技能検定は、えー、どちらも学科試験と実技試験この2つに分かれております。で、えー、学科試験と実技試験は、えーまあ、同じ日に、えー、学科試験は午前中実技試験は午後実施されます。で、えー、試験は年3回。 まあその年ごとに1月5月9月この3回実施されます。で、二級 FP 技能検定で言いますと、学科試験は4試卓一のマークシート方式、実技試験はまあ一部記述式もありますけれども。 四択一ですとか、あとは計算問題などが出題されて記述式の問題となっております。で、三級も二級も、そして学科試験実技試験、まあどちらも六割の正解で合格となっております。ですから三級 FP 技能検定、二級 FP 技能検定は競争試験ではないんですね。 で試験の中で6割正解をすることによって合格となるこのような仕組みになっております二級 fp 技能検定の合格率はと言いますと学科試験と実技試験では若干合格率異なりますで学科試験と実技試験両方を受けて両方合格する方 毎回、三十パーセントから四十パーセント台、えー、このくらいの合格率になっています。えー、まあその回によって、合格率にばらつきはあります。えー、これは六割の正解で合格ということですので、えー、まあその時ですね。一、えー、問、二問と難しい問題が出題されるということもあります。えー、そういった時は、若干合格,合,合格率が下がったり。 またそうでない時は、えー、まあ合格率がちょっと高くなる、えー、学科と実技両方で受かった方、まあ、40%台の合格率ととなることもありますで、えー、まあ実技試験ですけれども、えー、実技試験は、えー、まあ記述式となっておりますけれども、えー、論述ではありません。 まあ実技試験ですので学科試験と比べますと少し実務的な問題題が出されるこれは例えば源泉徴収票の読み取りですとかそれから保険証券の読み取り問題または計算問題でその計算をして回答の数字を書くこのような記述式になっております。 でえーまあ、実技試験といいますと、えーまあ、どういう問題が出題されるんだろうということで、えー、学科試験よりは難しいんじゃないかと思われる方も多いと思います。えー、ただ、えーまあ、3級も2級もですね実、えー、実は、えー、実技試験の方が学科試験よりはは合格率は高いです、えー、学科試験の知識、えー、それをしっかり学習することによって 少し応用力を働かせて、えー、実技試験は十分、えーまあ、解くことができる、えー、そのような問題です。で、えーまあ、あの3級も2級も、えー、だん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 試験問題は、えー、難しくなってきているということは言えます。えー、ただ FP の試験は、えー、落とす試験ではなく、えーまあ、受かるための試験です。 ですから、えー、きちんとと時間を取って学習した方がが、えー、合格することができる、えー、ですから難問鬼門ですとか、えー、重箱の隅をつつくような細かい問題こういった問題は、えー、まず出題されません。えー、その方その方が、えー、日常生活で、えー、使うお金の知識 それをしっかり抑えることによって合格をすることができるこのような試験になっております。でレジュメの5ページの真ん中辺ですね「AFP 認定研修とは?」とありますけれども、まあ、認定研修これは日本 FP 協会が指定する認定研修、まあ、レックの2級合格のための講座 これが認定研修となっております認定研修を終了することによって2級 FP 技能検定の受験要件にもなりますし2級合格後 AFP に登録をすることができるその要件となるこれが認定研修です。で認定研修の終了というのは提案書というものを作成をして提出をする。 それが合格することによって認定研修が終了となります。で、この提案書って何かと言いますと、実務家の FP の商売道具のようなもの、これが提案書なんですね。FP というのは、まあ顧客に対してさまざまな経済上のアドバイスをしていくそういった仕事ですけれども。 その際に口頭でアドバイスをする、それに加えまして提案書というレポートのようなものを作成をしてそれをお渡しをするということが多いです。でこの認定研修の終了要件の提案書は、まあ、課題の提案書ですので例えば40歳前後の比較的若いご夫婦が「 えまあ子どもが2人いてでこれからマイホームをかんい購入したいと考えているで、えー、年収はどのくらいであるとか毎年このくらいのお金を使っている、えー、そういうような課題がありましてそれに対してキャッシュフローや表などを使って分析をして、えー、果たしてマイホームを購入することはできるのか。 購入後無理なく住宅ローンを返済することができるのかまたは教育費はきちんと準備することができるのかこういう分析をしてアドバイスをしていくそれをレポートのような形で提案書を作成をしていくこのような課題の提案書を作成します。 提案書の作成は決して簡単ではありませんがレックの fp 講座では講座内で提案書の詳細な作成の方法その講義がありますまたまテキストも詳細に記載されていますですから初学の方でも無理なく課題の提案書を作成していただけると思います はいえー、まあこのような認定研修終了のためには提案書の合格が必要なんだということもぜひ、えー、頭に留めおいてくださいはい、えー、それでは、えー、レジュメの6ページを開いていただけますでしょうかえー、まあ、FP を取得した後ですねえー、仕事で FP を使うという方は えまあ例えば金融機関ですとか不動産関係えまたは保険会社にえ勤務している方えもはや FP 資格は必須となっております是非3級それから2級 FP 技能士そして AFP 資格えそれだけではなく CFP1 級 FP 技能士という上級の資格までえ学習取得をして。 えー、仕事で十分にその fp 資格を活かしていいいたただきたいと思います、えー、または、えー、これから仕事では、えー、まあ、少なくとも今のところは FP 資格は使わないという方でも FP 資格を取得することによって、えー、自分の生活に役立つ、えー、知識を得ることができます。 えですから、えー、仕事で FP 資格は使わないという方も含めまして、えー、もう本当に全員の方に FP の知識は勉強していただきたい、えー、このような資格なんです。で、えー、まあ FP の資格を取得後ですね、えー、独立をして FP の仕事をする、えー、このような機会もあるかと思います。 これがいわゆる独立系 FP と言われている FP ですけれども独立をしてさまざ、あ、まなアドバイスをしていくまたは独立系 FP の会社に勤務するですから独立をして FP の仕事をするという場合は その幅広い中で自分の得意分野を作っていくということがよろしいと思います。で FP 資格だけではなく例えば年金に強い FP であれば社会保険労務士の資格も取得する税金に強い FP ということであれば税理士の資格も取得するまたは宅研士ですとか行政書士ですとか。 えこういった資格が FP と非常に親和性の高い、えー、こうやってダブルライセンスそれからトリ,トリプルライセンスで FP として活躍をしているという方も、えー、最近では非常に多くなっています。で、えー、まあ FP の資格を幅広く学習するということは、えー、そのすべてに、あのー、深い知識を持つということはちょっと難しいんですね。 ですから自分の得意分野を作ってそして得意分野の違う FP と協力をしながら仕事をするそういう方も多いですですからまあ FP で仕事をするという時きは他の FP または他の専門の資格の方とネットワークが必要になってくるこのように得意分野のある FP またはネットワークのある FP このような FP になることでこれから FP として活躍をしていくそういうチャンスは今非常に増えていると思われますはいそれではレジュメの7ページを開いていただけますでしょうか時代が FP を求めているとありますけれども 今 FP で学習する知識ということ内容は本当にもう全員の方が知っておいて損はないまたは知らないと自分の生活それを自分で守ることができないこういうことを学習するこれが FP という資格ですですから FP 資格に興味を持った皆さんは是非 もうすぐにでも FP の学習を始めて早めに FP 資格を取得していただければと思います。で3級 FP 技能士そして2級 FP 技能士そして AFP 資格こういった FP の初級資格普通資格を学習してさらに上級の資格を目指したいということであれば。 ぜひ CFP 資格、それから一級 FP 技能士、こういった上級の資格もおすすめしたいと思います。はい、それでは今日はこれで終わりにしたいと思いますが、ぜひ皆さんは早めに FP の学習を始めて、私と一緒に頑張って FP 資格を取得していただければと思います。 はい、えー、それでは今日はこれで、えー、終わりになります、えー、皆さん長い時間お疲れ様でした